マキタスポーツ役のマキタスポーツです。はい、スナックの、墓引きこもごもというか、はい、都会にやろうが何だろうが、スナックっていうのはそういう田舎みたいな、そういう田舎性が感じられるところです。またそのローカルっぽさみたいなものを味わいにみんな来てるんじゃないか。そのローカルっぷりっていうのが、よく現れてるような、うん、でかつ、まあ、ちょっと心温まりクスッとくるような人間模様というか、そういうのが、はい、出てて非常にいい、はい、それがいいなと思いますけどね。マキタスポーツ役のマキタスポーツを、そのままマキタスポーツとして味わっていただきたいなというふうに思います。はい、なんかすごくめちゃくちゃエモくなる瞬間があると思うんですよ。うわってなるんですけど、でもあれ何だったんだあれ時間はみたいな感じもあるかもしれません。はい、ただまあまあそういう、不思議な味わいになってるかと思いますね。ぜひとも、はい、ご覧ください。待ち人来たレイリー。好きな人できたの？できてません。ミラーリング効果、自分と同じような言動をする人に好感を抱く、好きになった人がタイプになるの。別に付き合いたいとかそういうわけじゃないんですけどね。本当は付き合いたい。普通にマキタスポーツさんですか？すげえ。お二人お知り合いですか？ちょっとだけ。俺のマネージャーだろお前。もうちょっと優しく笑ってくれてもいいじゃないですか。